はい、酒好き直りの飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、前回飲んだストロングの、ハイリキザースペシャルの、カシスオレンジです。これはですね、アルコール度数 9%、果汁が 3% です。アサヒですね。これも原材料がウォッカ、オレンジ果汁、カシス果汁。糖類と酸味料と香料とカラメル色素と甘味料とアントシアニン色素。なんか珍しいものがいろいろ入ってますね。関係ないんですが、今日100均でグラス買ってきました。はい。ちょっと今洗ったやつなんですけど。これね、個人的に気に入ってるんですよ。100均でね、買ったんですけど。ここの底の部分。ここを見てください。ここ。通常のね、一般的なやつよかね、明らかにね、この、底の部分がね、薄いんですよ。底、いわゆる厚底になってるんですよ、普通だったら。普通はね、かなり厚底になってるんですけど、ほら。まあ、5ミリ、1センチぐらいか。普通ね、もっとこの2倍ぐらいのね、厚底になってるんですけど、ここがね、薄い。のがね、気に入って買ってきました。俺結構グラスマニアなんで、安いやつなんですけど、すごいグラスはね、結構いっぱい持ってます。ウイスキーとかね、もうね、グラスでね、グラス付きのやつをね、ついつい買っちゃうって感じでね。なのは結構今までいっぱい買ってきました。それではいただきたいと思います。乾杯。ちょっと待った。これグラス、あれだわ。すごい。口が、薄いから。これいいな。うわ。まず。くそまずい。なんだこれは。これは、久々にまずい、どまずい、チューハイ、来た、これ。あれ、なんか急激にまずくなったな。うわ、これね、なんかね、匂いがおかしい。なんか、異様な匂いがする。なんだこれ。なんかすっげえ異様な匂いがする。ハイリキザスペシャルのレモンと、グレープフルーツは全然美味しかったんですけど。なんだこれ。まず。恐ろしく変な匂いがする。これね、原材料がね、今見たところ、レモンと、グレープフルーツに比べてですね、原材料に明らかになんか大量に入ってるね。原材料に。ハイリキザスペシャルのレモンは、原材料がウォッカとレモン果汁と糖類、酸味料、香料、この5つなのに対し、グレープフルーツは、ウォッカ、グレープフルーツ果汁、食塩、糖類、酸味料、香料、あと、甘味料が2種類。だから8種類ですね。いいですか？ 8 種類です。ハイリキザースペシャルのグレープフルーツでも8種類。レモンだと5種類です。なのに対し、カシスオレンジが何個入ってるかというと、まず、ウォッカ、オレンジ果汁、カシス果汁、糖類、酸味料、香料、カラメル色素に、
甘味料が1、2、3、で、アントシアニン色素。ということで、11種類入ってるんですね。はぁ、あ、しかも聞いたことない。聞いたことない甘味料が入ってますね。一般的に聞いたことあるのが、アセスルファム K。これは結構聞きます。もう一つ。すっごい名前が長いんですけど、アスパルテーム、エル、フェニルアラニン化合物。という長い名前のが一つ入ってる。で、あとスクラロース。これはまあ、聞いたことあります。そしてアントシアニン色素っていうのがね、何なのか意味不明なんですけど。これ一体何なのか。カシスオレンジ、クソまずいな。まずいでググるか。まずいでググってみましょう。恐ろしくまずい。ん？ダメだ。これはまずい。何かね、おかしい香りがするね、これね。カシスオレンジとかいうレベルじゃなく、恐ろしい、なんか、クソ香りがなんかおかしい。なんか、えずくレベルの味なんですけど、これどうなってるんだ？恐ろしくまずいでしょ。くっそまずいな。ね、ダメだ。これはもうダメだ。捨てるレベル。うわぁ。これはまずいわ。ごめん、これちょっとあれだわ。無理。個人的に不可能レベル。これ飲むの不可能レベルなんですけど。あ、こんなにあるんだけど。これはダメだな。捨てよう。今まで飲んできたカシスオレンジのチューハイの中で一番まずいね。うん。一番まずいね。一応ね、まずいでググった結果、子供の頃に飲んだシロップ味の飲み風邪薬そのものの味がして大変まずいです。ああ、確かに。あったあった。シロップ味の風邪薬あったでしょ。あれの味がするね。確かに。それをさらにまずくしたような感じ。それさらにまずくした感じ。ですね。これは恐ろしくまずい。ということで、一つ星。うん。これはね、多分今まで飲んできたチューハイの中で、かなりの上位レベルに入るクソまずさです。びっくりした。これは全部捨てます。させん。ここまでちょっと飲めないのは、俺酒史上初かもしれない。ここまで飲めん。うん。ということで、皆さん、まあ、どんな味なのか、ぜひ皆さん買ってみて、確かめてみてください。それではご視聴ありがとうございました。